小松菜の2月16日隊は日本の女優。東京都生まれ山梨県育ち。スターダストプロモーション所属。血液型は O 型。2008年にニコプチでデビュー。以降、モデルとして様々な雑誌で活躍。山梨県内の提供第3高校に通いながら芸能活動を両立させ、2014年3月に卒業。高校時代は、 チアリーディング部に所属しており、全国高等学校サッカー選手権大会の応援でテレビ中継に移り、話題となったこともある。2014年に公開された中島哲也監督の映画、河き」のオーディションで中島監督に発掘され、主人公の娘、藤島かな子役で本格的な演技に初挑戦し、女優デビューを果たす。近距離恋愛では、クルルギユに、 役で、バクマン。では、天目美穂役でヒロインを務めた。2016年、溺れるナイフで映画初主演を決める。そしてマーティンスコセスュ監督の映画、沈黙、サイレンスマイナスにも出演。2016年前後から、シャネルのブランドアンバサダーを務め始め、2017年5月31日に、砂町三井クラブで開催された。 シャネルの2016から17年メティエダールコレクションパーリコスモポライトのショーにも出演した。2019年5月、映画、さよなら唇での役柄である、門脇麦とのギターデュオ、ハルレオとしてミニアルバム、さよなら唇で CD デビュー。この映画での演技が評価され、第41回横浜映画祭主演女優賞を門脇と共に受賞。さらに、来ると、 閉鎖病等から、それぞれの朝マイナスでの演技も評価され、第44回放置映画賞助演女優賞も受賞した。小松の地元は山梨だが、父は佐賀県、母は沖縄県の出身である。兄弟は兄が二人いる。仲の良いモデルは撮影現場で知り合ったエマ。二人で韓国旅行へ行くほどの中である。女優の清志や再命と仲が良く、名前が 七であるため、お互いを、こっちゃん、せっちゃんと、愛称で呼ぶ。さらに、女優の杉咲花とも仲が良い。趣味は、カメラ、ショッピング。シャネルのアンバサダーとして、パリを訪れた際には必ず、フィルムカメラを持って行き、街の風景や光の陰影を撮影している。特技はダンスとフルート。ダンスは、小学3年生から中学3年生まで、フルートは、 中学時代に習っていた。憧れの女優は、青井優。兄からは幼稚な下ネタ好きと、暴露されている。ありがとうございます。